みはなんかこう一つになりたいっていうか、その富士祭り5人だけじゃなくて、もちろん今撮ってくれてるそうちゃんもそうだし、ピエの山木さんもそうだし、物販手伝ってくれてるレイヨンも、来てくれたお客さん、全員で同じライブをするっていうところに魂を持っていきたいなっていう感じですかね。これまでの10年がないと、まあかなり遠回りしたり山あり谷あり、まあ、人それぞれあると思うんですけど、なんか今27歳になって、まあ、早い段階からバンド始めて、まあ、27で10年って結構早いタイミングでは来てると思うんですけど、その10年がないとなんか今日のこの今の興奮っていうか、なんか多分自分の中で作れなかったと思うんで、これまで10年今まで出会ってくれた人にありがとうって気持ちも込めて今日歌いたいなと思ってます。はい、ビデオを公開しました。完成したばっかりです。はい、ありがとうございます。完成したばっかりではないですけど、ね、そうですよね。だいぶ前にか、そうで編集はだいぶ前に終わってて、ね、公開は今日だったと、はい、いらねえのこんな長いくらいまだ俺あるから。あ、そうですね、うん、ワンマンライブなんとチケットソールドアウトしました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にまさかの、まさかの、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなこと言うのもあれですね。ね、まさかのっていうとなんかね、はい、そのね、予想外だったっていう、はい、かっこ悪い感じになるけど、うん、でもぶっちゃけ100人ぐらい入ってくれたらなっていうラインを大幅に超えてソールドアウトしたんで、明日お待ちしております。シルバーズでした。じゃあ筋肉パワーいきます。いきます。筋肉パワー、いやー、泣くしかないじゃん。全然違うさ。あー、えーえー、一曲目はインディゴ。今日の意気込みは、今日の意気込みですね。やっぱ
シルバーの、まあ、今回の、ね、遊びフィクションというタイトル通り、今日は全員で遊んでる。ワンマンライブにあたって、多分いつも以上に俺らのね、こう SNS を見てくれたと思うんです。いつも以上にね、いつも以上にもちろん来てくれて本当ありがとうございますっていう気持ちが本当 9.5 割 0.5 割本当に謝りたい。1メンバーとして1メンバーとして本当ちゃんと謝っときたいなっていう、後々のために。やっぱ今の世の中コンプライアンス厳しいですから本当に。でも本当に多分 SNS、Twitter、X か見てもらってるとわかると思うんですけど、本当にね、この今センターに立ってるね。それ見てねえか。いやいや。お前くらいしか見てない。あと今日撮影のそうちゃんね。いいね結構来ちゃってんすよ。いやいいね。そのいいね。少しやめてよもんね。まあ本当別の意味でここで公に言ってしまいました。ごめんなさい。ごめんなさい。ダンススターミスタージャリーいけます？ご紹介に預かりましたミスタージャリーです。イエーイ。そうジャリーあーす。ありがとう。せーの、ブンシャカラカ。お、いいね。みんなで踊りましょう。ゴンフィンガー手あげて、両手ハンザーゴンフィンガー。遊ぼう。それは昔の話まで、は優しい暮らしとは見つかえてからの男だろ。それまではまだまだ子供だろ。案外やっぱり捨てて
楽しいことはいっぱいありつつだけど、やっぱりあの真面目な瞬間っていうのもバンドにたくさんあって、2013年からバンドやって今11年目にシルバーツリーになってますけども、あの俺個人としてはメンバーが抜けたりした時も大変だったけど、やっぱジェイと2人きりだった時のあのコロナ禍の中、本当になんか進みたいけど進めへんみたいな、で仕事もなんつうんだろうな、音楽活動よりも生活みたいなとこにだいぶしんどさ覚えた時期があって、あのでもやっぱ前に進むしか答えねえよなっつってあの進んでた時期があります。金がない、救えない、だけどそばにいてくれたメンバー、どんな未来が待っていたって愛しているぜ。欲しくて俺らの若い時間をまるで日記みたいにここに書き連ねる。出せ肩書き背負ってカッコつける毎日、かっけバンドやってるけどクソダサい日常。それでも世界にはこんな俺らも好きって言ってくれるような人がいる。もう少しこの声が遠くまで飛んでくれたらいつまでも歌えんのに。間違ってないかなって考えた時に不安にもなるよ。誰にも言えないことヤバすぎになって迷ってる時に浮かんできたいつもの顔が少しだけ遠くでぼやけたなら、今は立ち止まる時じゃないと奮い立たせて、見えなくなる前に次の足を出せ。これまでの歌もここまでのビーチで隠しがなく歌って歩いてきたんだ。迷ったら前に、辛くても前に進んできたことでしか見えないものがあるぞ。だから今日のこともいつかきっと笑っているぜ。後悔したこともいつか忘れてやろう。おぜおやじ今日来てくれてんだけどありがとう。親父に、中1の時に、クリスマスイブに、中古で5000円のギターを買ってもらってから、あの時からマジでずっと一人で、曲書いて、仲間増えて減って、でもまた増えて、俺の部屋の部屋で作った部屋で育てた火がメンバーに届いて、で今日こうやってワンマンソールドアウトするところまで火が伝わってって、本当に嬉しいです。ありがとう。11年目ですけど、もうつうか27なんですけど、まだまだここからいけると、信じて疑ってないんで、全員で行きましょうとしか言えないですけど、行きましょう。よろしく。Thank you.
希望の未来を信じた日々は陰り火になった。ちゃんと足がついていて木々のささやきも聞こえるんだ。ちゃんと吐いた毒だって全部自分と言える。かけた想いもなくした恋もすり減った昨日も今のことだ。大切じゃないものなんて一つもなかったよ。誰にも変われない存在の証明。何者にも慣れていないが故の夢だからこそ誓っていて、だからこそ届けて。怖いと感じる全ての不安は生きてるってことなんだ。いる。その上で誰かを守れてる人はどのくらいいる。なあ俺たちは夢と生活好きと不安の青春とは遠い現実にどっかで折り合いもつけてきてここにいる。右肩上がりじゃなく前のめり。代わりがいても変わりようがねえ。空しか作れん色があるよ。俺たちしか作れん音がある。その音が君を救ってくれるなら、その音で君が歌ってくれるなら、
その音で君が続いてくれるなら、俺たちは諦めない選択を今日ここで決めないか、最後のワンダース。君にまた早く会いたい、風が止んだ場所でギターを弾いて君の歌を聴いていたい。東京スカイ空は繋がってて、東京スカイ心繋がってて、東京スカイ届きたくがらずに見るよってきた、東京スカイ時に伝わりたいけど、できるのは俺が何とかって何かって何とかに何するのだけど、東京スカイ今日もだってよ、東京スカイ風を切り出して自分にも止まったって、東京スカイ今日は中寿命も自然なりに生きたら何か言えちゃって、愛だって愛になったってそれは変わらん、東京スカイ今日も歌ってるよ。ありがとう。ありがとうございました。またワンマンやろうと思います。来年、サードアルバム出そうと思います。みんなでみんなで一緒にシルバーツリーと前向いていきましょう。Oh,
り数えてるのはもうやめた、もうやめたんだ。今ここで歌ってるのはデイジーバーに集まった人たちのためだぜ。ただここで歌ってくには本気じゃないと伝わらないってことだ。わかってる。全裸です。俺はもう全裸でした。俺はって意味がわからないし、ね、ありがとうございます。後ろまでバッチリ聞こえてました。楽しかったですか？リッキーさん今来るんでちょっと待ってください。来ました兄貴が来ました。兄貴アンコールありがとう。常連さんも、たまに来てくれるお客さんも、メンバーの、ファミリーたちも、バンドのね、後輩たちもたくさん集まってくれて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もしみんなに助けられてるんで、その分、バンドっつうか、日々で返していけたらなと思ってますんで、もし、ありがとう。じゃあ一曲だけ歌って終わります。入場特典余ってんのかな。いやちょっと頼むから余ってほしくないですよね。そうだね、持って帰るの面倒いって捨てちゃうだけだから、絶対みんな持って帰ってってください。じゃあお前は一人じゃないぜっていう歌を最後歌って終わります。シルバスでした。ありがとうございました。
僕らを忘れてしまわないように、僕らはデイジーバーで今歌うよ。誰かと比べることを忘れて、昨日までの自分を振り返れればそれでいいよ。キャッチ上げるだけ、人は大人になって、それでも子供でいてとたまに思って、懐かしいこと夢がこと同じ色に混ざり合ってゆく。なあ今日の自分を大切にしなよ、大切に思って決める俺がいるよ。ありがとうね。あす。最高でした。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。最高でした。ありがとうね。最高でした。ありがとうございました。